ジャイアンツ対ドラゴンズの今シーズンの20回目の対戦です。ジャイアンツは今シーズン4勝目を目指す菅野智之が先発、初回をゼロに抑えます。一方ドラゴンズは高橋宏斗が先発、前日は延長12回0対0引き分けという試合がありました。両者1回ゼロに抑えます。2回の表、先頭の石川の当たりをライトの岡田がファインプレー、フェンスにぶつかりながらも打球は離しませんでした。そして3回です。これも先頭ファーストの岡本が素晴らしい反応を見せました。ジャイアンツの守備陣がピッチャーの菅野を盛り立てます。3回の裏、2アウトランナー3塁でチャンスを作ったジャイアンツでしたが、ここでも1本出ず高橋が踏ん張ります。一方4回ドラゴンズも2アウトランナー3塁、チャンスを作りましたがバッター石川センターフライで、ここもチャンス生かせずドラゴンズ先制なりません。5回の裏、2アウトランナー2塁でバッター菅野セカンド強襲、この間にセカンドランナーの大城がホームに帰ってピッチャー菅野が自らのバットで先制点をつかみます。1対0とジャイアンツが先制。続くチャンス、ここは高橋が踏ん張りました。ジャイアンツが5回の裏1点を先制です。その後なんとジャイアンツ菅野にアクシデント、投球練習中に右手にアクシデント、試合後には右手の人差し指をつったというそんなコメントもありました。緊急登板はルーキーの船場様、2者連続三振もありました。素晴らしいピッチングでスコアボードにゼロを刻みます。その裏、丸の第16号のソロホームラン、2対0貴重な追加点をもたらします。そして2アウトランナー満塁で代打の秋広、センター前へ、これが2点タイムリーヒット。4対0代打の秋広が起用に応えました。リードを広げます。そしてジャイアンツ3番手菊池、ここもスコアリングポジション、ランナー背負いましたが三振でピッチ脱出。そして7回の裏、バッター門脇第3号ソロホームラン、これが嬉しい本拠地東京ドーム初ホームランとなりました。そしてジャイアンツ5番手は平内、最後木下をセンターフライに打ち取りましてゲームセット。菅野が緊急降板もありましたが今シーズンの4勝目を挙げました。ジャイアンツは引き分けを挟んで2連勝、ドラゴンズを5対0で退けまして逆転でのクライマックスシリーズ進出を目指します。